皆さんスラマッパギ感覚知覚心理学2のおじさんです今日は味覚を扱っていきます味覚は最も原始的な感覚でありこの世界を最初に感じた感覚器は舌のようなものだと考えられています動物は自分以外の生き物を食べて生きていますこの行為には常に危険がつきものであり 食べ物が栄養か毒物かを味覚器において判断しています動物は口に入れたものにおかしな味がすると即座に吐き出すという行動を取ることができます味覚器がおかしな味は毒であると瞬時に判断し体に素早く反応を起こさせます味覚器いわゆる舌の最も重要な働きは毒味薬を務めることなのです 人はいろんなものを食べて、これはルーカレーの味、インドカレーの味、タイカレーの味などいろいろな種類の味を区別することができます。多彩な味わいを基本味に分類しようという試みが古くからなされています。その先駆けになった人が、皆さんご存知のギリシャの哲学者アリストテレスです。アリストテレスは、基本味には7種類あるという説を提唱しました。 甘味酸味塩味苦味厳しい鋭い粗い鋭ですこのうち厳しい鋭い荒いは付加的な性質であり異なった性質と混同しているという批判がありましたが実は近年までこの分類は認められていたそうです20世紀初頭になるとドイツの心理学者ヘニングが味の性子面大説を発表しました これは私たちが感じる味はすべて甘味酸味塩味苦味の4つの基本味を頂点とする静止面体の面状または内部の点を合わせるという説ですつまりあらゆる味はこの4つの基本味の合成であるという考えですそこにもう一つ新しい基本味を加えたのが日本の科学者である池田菊内氏です 池田氏はヘニングの言う4種類の他にうまみを加えた5種類の基本味があるという説をヘニングとほぼ同時期に発表しました。スープのコクとうまみがうんぬんと言ったり食の達人である彦摩呂氏は餃子の中のひき肉はうまみの満ち引きという名言を残されたりうまみという言葉を聞かない日がないこともないかと思います。このうまみとは一体何なのでしょうか 1908年のある日、池田菊苗氏は、夕食に出されたきゅうりのスープを飲んで、いつもよりおいしいと感じたそうです。かき混ぜてみると、普段は入っていない昆布があり、これが美味しさの秘密だろうと考えました。池田氏はその後、半年かけて昆布を研究し、この風味を美味しさをそのまま表現して、うまみと名付けました。そして旨味が タンパク質を構成するるアミノ酸の一つであるグルタミン酸に由来することであることを突き止めましたこうして風味を高めるグルタミン酸ナトリウムが誕生したそうですちなみに鈴木三郎ケ氏がグルタミン酸ナトリウムを結晶化して製品化したものが味の素なのだそうですうまみは風味が良いといわれるほか肉の味だしの身食欲をそそる味 塩辛いとと表現されることもありますグルタミン酸ナトリウムはパッとしない料理の味に奥行きや広がりを与えて苦味を抑えて食べる人を夢中にさせる効果があります池田市の発見以降すでにグルタミン酸受容体の存在が確認されておりグルタミン酸が認知させる性科学的なメカニズムも示されています生理学的に見れば 旨味は基本味の条件を満たしていると言えるのですが、グルタミン酸ナトリウムはグルタミンの塩です。そのため、塩の実がするという事実と、旨味特有の味がないため、旨味を特定することが難しかったようです。人の感じる味の分類が5つの基本味に確定されたことで、味覚に関する研究は非常に進歩しました。 味覚器がそれぞれの基本味を受容する仕組みを調べればよくなるからです5つの味はそれぞれどんな役割があり何の感知をするのでしょうか甘味、うま塩味の味覚は栄養になる分子を検出する役割を担います甘味の味は生物の主要なエネルギー元である砂糖などの糖の分子を検出します また、うまみの味は、グルタミン酸やイノシン酸などの分子を検出します。これらの分子は、肉や魚のタンパク質などに含まれているので、人はうまみの感覚によって、炭水化物と並んで重要な栄養源であるタンパク質などを認識しているといえます。塩味はナトリウムのイオンと感知することで感じられます。生態は一定量のミネラルを必要とするので、 適度な濃度の塩分を含むかどうかを感知しています酸味や苦味の味覚は本来は私たちにとって有害な分子を検出し警告する役割を担う感覚ですなぜ私たちによって有害なものは酸味や苦味を持つのでしょうか食べ物が腐ると酸っぱい味がすることが多いです これは微生物が食べ物を分解する過程で酸が作られるためです。そのため、自然界では不用意に酸味の強いものを食べることは腐ったものを食べてしまうリスクを冒すことになりかねません。また、自然界には植物に含まれるアルカロイドなどさまざまな毒の分子があります。苦味を感じる細胞はそれらの多様な毒の分子の検出を一手に引き受け、 どの分子を検出したときも苦いという信号を脳に送ります。そのため、毒物は苦く感じます。動物が化学物質を口に入れたとき、味として感じるためには、その物質の2つの条件をクリアする必要があります。第一の条件は、水に溶けることです。未細胞は水に溶けた物質にだけ反応します。 厳密に言えば、未来の味感を満たしている液体に溶けなければいけません。プラスチックやビニールを口に入れても何の味もしないのは、これらの物質が水に溶けないからです。人気ユーチューバーの瀬戸康二さんがダバダーという女性のボーカルとともに、口にビニールを入れるパフォーマンスを行っていますが、無味だと感じているかと存じます。でんやタンパク質なども水に溶けにくいです。 ご飯やうどん、パンなど、澱粉を主体とした食べ物が淡白な味に感じられるのはそのためです。第二の条件は、味の受容体に作用することです。例えば、アルミ細胞が砂糖に対して高い感受性を持つということは、その細胞膜に砂糖に対応する受容体があることを意味します。砂糖に対する受容体は 砂糖のの分子をを受け入れるのにぴったり合う形をしています砂糖が鍵、その鍵穴に当たるところが受容体です。一つの受容体は1種類の基本味にしか対応しません。人には5種類の受容体があるため、5つの基本味を感じることができるのです。受容体に味物質が結合すると、未細胞に電位変化が起きます。 味として認識されるのですどの味に対する受容体を持っているかは動物によって異なります。例えば猫の未細胞には砂糖に対する受容体がありません。このため猫の口に砂糖を入れても未細胞に電位変化が起こらないので猫は何の味も感じないのです。ビニールを口に含んでいるのと同じく無味なのです。 日常経験する味がナトリウムだけなど単一の成分であることは滅多にありません。大体いい複数の成分の混合味で相互作用によって単一で感じる味とは異なることがあります。相互作用には舌の上で起こるものと脳で起こるものがありますが、かなりの作用が舌の上で起こっていると考えられています。相互作用には同質の味同士の相互作用と 異質の味による相互作用があります同質の味同士の相互作用では単独の味の強さの和になる場合を相加効果和より大きくなるときには相乗効果単独の味の強さの和よりも小さくなる場合を相殺効果と呼びます相加作用では砂糖とか糖などは量が増えるほど甘さが強く感じられます相乗効果の代表的なものが 旨味物質の相乗効果です旨味物質にはグルタミン酸に代表されるアミノ酸系の物質とイノシン酸やグアニル酸などの核酸系の物質がありますグルタミン酸は昆布やチーズ白菜トマト味噌ホタテなどに多く含まれますイノシン酸は鶏牛豚の肉鰹節や煮干し焼きあご熟成した魚に含まれる成分です また、グアニル酸は干し椎茸に多く含有されるうまみ成分です。アミノ酸系物質は濃度を上げるに従ってうまみが増強しますが、核酸系の物質は濃度を増してもうまみは増強しません。昆布を水につけておくとうまみが増強したり、鰹節をたくさん入れて出汁をとっても一定量を超えるとあまり変化がないのはこのためです。しかしか アミノ酸と核酸系のうまみ物質を混ぜると、うまみの強さはそれぞれの味が示す和の数倍から数十倍に増強されます。グルタミン酸を含む昆布とイノシン酸を含む鰹節は、それぞれのうまみ成分含有量が多い上に、相乗効果によってうまみの満ち引きと叫ばずにはいられないこともない、うまみの増強が見込めます。料理を作って何か物足りないなと感じたら、 出汁やコンソメを加えてみると良いかもしれません感覚知覚心理学におじさんは和食では昆布とアゴなどが入った出汁の粉末中華料理では鶏ガラとホタテの粉末洋食では香味野菜などのコンソメを投入しグルタミン酸とイノシン酸の相乗効果を狙うようにしていますこれだけで大抵の料理は美味しく感じられると信じ込んでいます異質の味について 最もよく調べられているのは塩と他の味物質の相互作用です。塩には甘みやうまみの需要部に作用して、それらの味を強く感じられるようにする働きがあります。肉や魚の味はアミノ酸の種類や量で決まりますが、これに塩や醤油をかけるとアミノ酸系の甘みが非常に強くなります。また、砂糖に少量の塩を加えると、 甘さが増強されたりしますまた、酸味は塩味、塩味は酸味と旨味、苦味は甘味と酸味によって感じ方が弱まる傾向にあります脊椎動物の味覚受容器は未来です未来はその名の通り、花のつぼみのような形をしていて断面は玉ねぎを縦に割ったような形をしています 未来を構成するのは感覚細胞の未細胞、支持細胞と基底細胞で、全体が上皮に埋まっています。未細胞は未細胞を感知する円柱状の細胞で、その先端からはミケと呼ばれる長いびジュウが出ています。未細胞の周囲には支持細胞があります。支持細胞には、文字通り未細胞を支えるほかに、未来の表面に粘膜を分布する役割があります。 未細胞と支持細胞は10日くらいで寿命がつき、続々と新しい細胞に置き換えられていきます。新しい細胞は未来の下の方に並ぶ多角形の規定細胞により補充されます。舌を火けして味覚がおかしくなっても、しばらく経つと新しい細胞に置き換わり、味覚が元通りになるのはことのためです。 未細胞内で情報を伝える酵素の働きは低温、高温では鈍化し、味を感じにくくなります。そのため、キンキンに冷えてやがるビールやコーラでは、ちょうど良い苦みや甘さでも、常温に戻したビールやコーラでは苦かったり甘かったりするのです。未来を上から見ると、中心部に未孔という小さな穴が開いています。この奥は広くなっていて未完となっています。 味感は液体にに満たされていてていいそのの中細胞味味がします味を持つ化学物質は味感を満たす液体に溶けて味気で味として感知されます。未来は舌の先や側面と付け根、上額の奥、軟口外、やのどにも分布しており、5つの味は舌のどの場所の未来でも感じられる。また 有核乳頭などの突起状の組織の表面に埋め込まれています未細胞には1型細胞、暗細胞、2型細胞、明細胞、3型細胞、中間細胞の3種類があります2型細胞は甘味か旨味か苦味を感知します3型細胞は酸味を感知すると考えられています 1型細胞は未細胞を維持するための支持細胞として働きます。塩味を受容する細胞はよく分かっていませんが3型細胞になっているとする説もあります。4型細胞は規定細胞で1から3型細胞の前駆細胞です。未来内の細胞は平均10日くらいで新しい細胞に置き換えられています。 未来の数は動物によって異なります未来の数が少ないのはクジラ類やカモノハシなどの炭鉱類ナマケモノやアルマジロなどの品種類などです。これらの哺乳類は口に入れた食べ物をすぐに飲み込んでしまいます。肉食の哺乳類も未来が少ないのです。例えば猫の未来は約500個です。肉食動物は生きている動物を飼って、 その場で召し上がられるので、毒味の必要がないのです。反対に草食の哺乳類は未来の数が非常に多いです。豚やヤギは1万5000個、家エウサギは1万7000個、牛は2万5000個の未来を持っています。草食動物が食べる草は毒が含まれることが多く、見た目も大抵似ています。無数の草から栄養か毒かを判別する装置が未来なのです。 人は肉食動物と草食動物の間くらいの5000から7000個くらいです。ナマズの未来数は20万個とずば抜けていますが、これは全身に未来が分布し、特にヒゲに密集しています。ドブの中で、四角の代わりに味で体に触れた小魚を察知するのです。人の未来は主に舌の表面にあります。 下を鏡に映してみると、その表面はザラザラで、小さな突起がたくさん分布していることが観察できます。この突起を下乳頭と総称します。絶乳頭はその形によって4種類に分けられます。下の全部の絶体と後部の絶根の境にある分解口に沿って一列に並んでいるのが、大きな有角乳頭です。 絶対の左右両側には養生乳頭が配列しています。絶体の中央には見える白い箇所が四条乳頭が集まったところでその間に点在する赤い部分は状乳頭です未来は有角乳頭と洋上乳頭の側面と地上乳頭の表面に分布しています四条乳頭は味覚には直接関係なく主に触覚に関与しています 隣り合った乳頭の間のくぼみには唾液を分泌する唾液腺の一種の舌腺、別名エブネル腺があります。唾液のおかげで食べ物を次々と洗いがなして常に新しい味に反応できるのです。口の中に入れたものが自分にとって栄養になるものなのか、それとも有害なのか。それは分子構造のわずかな違いで決まります。基本的には 私たちは栄養になるものは好ましい味と感じ、有害なものは嫌な味に感じます。また、消化できず、栄養にならないものの味は通常感じません。味覚は、口に入れたものの分子構造を素早く調べて栄養か有害化を判別する、センサーです。食べたものを味わっておいしいと感じる時の働きを見ていきます。 私たちがものを食べて、これはうまし、感じるとき、味覚が感知した味に、匂いや食感、記憶、好き嫌いの情報が加わっています。その過程では、脳の様々な部分が働いています。食べ物の分子は、舌などのある未細胞で感知されると、味覚神経によって脳の下部にある塩水の古足核という部分に伝わります。 ここで塩味や甘味などの味の情報が中継されます。味の情報が大脳皮質の二次味覚屋に伝わると、ここで匂いや食感の情報と統合されて、私たちが感じる味のイメージが作られます。扁桃体では味の好き嫌いの情報判断がなされます。場で作られ、 大脳皮質に保持された記憶をもとに何の味かが認識されます味を感じる未細胞には数10個集まって未来という構造を作っています未来には舌の表面や喉、上顎の奥の軟膏外という場所に散らばっています未細胞で味の分子を感知するとその情報は味覚神経を通ってまず塩水の古足角という場所に送られます そして味の情報を元に反反射的な反応が起きます例えば、唾液が分泌されたり、酸っぱいものを食べたときに顔をしかめて吐き気を催したりするのは、この段階で起きます。まず栄養か有害かという重要な判断が真っ先に起き、体内に取り入れるか吐き出すかという対応まで完了してしまいます。このように 味の基本的な選別反射的な反応は、塩髄を含む脳幹で起きるため、大脳に障害があっても起きます。例えば、焼肉を食べているとします。古側角では、塩味やうまみなどの身情報が引き継がれて、支障を経て大脳の一時味覚屋に送られ、味の強さや質が分析されます。さらに、 第二次味覚屋で嗅覚や触覚からの風味食感などの情報が組み合わされます。ここで私たちが焼肉を食べた時に感じる焼肉の味のイメージが形成されます。扁桃体では食べているものが好きか嫌いかという情動の情報が判断され視床下部で食欲を司るホルモンが分泌されるなどの現象が起きます。また 海馬では味の記憶が形成されます。なお、古足角では嫌な味に分類されても、大脳で美味しいとして感じられるようになることがよくあります。実は、苦味や酸味は本来は嫌な味であり、毒や腐敗物のサインです。赤ちゃん、失礼、赤さんの口内に酸っぱいものや苦いものを含ませると、 すすぐに嫌な顔を浮かべたりします一方でグレープフルーツの酸味や苦味コーヒーやビールの苦みが好きだという人は多いですこれらの味をおいしいと感じるのはそれらが安全な食べ物で体に良い作用をするものだと大脳が学習した結果です5種類の味覚は基本味と呼ばれていますが このの基本味以外の感覚、例えば唐辛子に含まれるカプサイシンの辛みは厳密に言えば味覚には含まれません。辛み物質カプサイシンは味覚受容体ではなく口腔粘膜の通覚受容体を刺激し辛みが生じさせます。口腔粘膜の温受容体を刺激し、 放熱現象の発汗が起こり、温受容体が刺激さされれるると味覚がが増強されるのです。温受容体反応すると痛みを緩和する β エンドルフィンが分泌されますこの β エンドルフィンは強い快感を引き起こすため辛いものを食べると気分が爽快になり病みつきになっていくのです辛さがたまらないぞというのは体が攻撃されて生命が脅かされ 快楽物質を出して痛みを緩和しようという働きがたまらんということです人が感じる味の種類には甘味苦味酸味塩味などがありこれらは4基本味と呼ばれ長い間味覚研究の拠りどころだとされてきましたさらに日本で発見されたうま味は第5の基本味と呼ばれ海外でも研究されています 舌の部分の感受性が基本味によって異なるという考えが広く伝わっており、舌の味覚地図というものが信じられていました。これは甘みは舌先で、苦みは舌の根元だけで、酸味は両サイドで感じる、などと言われていたものです。しかしこれは間違いで、舌には地図はありません。エドウィン・ボーリングが1942年に執筆した心理学の教科書に、 あるドイツ人の博士論文の内容が間違って翻訳されて掲載されたため、そこから広がってしまったようです。教科書は編集を通じて校閲されていきますが、スルーされることも稀にあるのです。現状をたどるのは大事です。味覚の受容体は、下にまんべんなく分布しているわけではありませんが、味覚地図のようにきれいに分布されているわけでもないのです。 未来はどれもがが基本味すべてを感じることができますしかし未来は下の全部後方の両側と後部にしかないのです複数ある味覚神経別の味質の感受性の差を調べる目的で下前方舌後方軟郊外の3か所について調べた結果では塩味酸味 苦味は下候補が他の部位よりも敏感なことが多く特に酸味と苦味は下候補でより敏感であり甘味はやわ郊外で敏感な人が多かったという報告がなされています。その後佐藤らはこれら3つの神経支配を受けている領域で最も感度の良い部位を選んで下先中央左洋上乳頭南郊外中央についての測定を行いました。 その結果、甘味、塩味、苦味では部位差が認められず、酸味では南光害中央が敏感で、下先中央と左洋上乳頭の間では差がなかったと報告しました。他にも、多くの報告はありますが、結果は必ずしも一致しておらず、絶銭は報告によって感度の良い味質が異なっていたりしますが、丸山と山口は、絶根。 有核乳頭は苦みに敏感という報告が多いです。このような結果の食い違いは、刺激される未来の種類や数の違い、その個人差、複数の神経を刺激していることによる効果などによります。図は、丸山・山口1994の各未物質の代表的未質について、部位別に感度を比較できるよう作成したものです。これにより、 どの部位もゴミを多少は感じますが中央部は絶線部その次に前方絶縁部と言えますこれら3部位の味質の明瞭パターンは後方絶縁部のうまみで明瞭度が高いことを除くとよく似ていますこのように下上に味覚の極材は存在しますがいわゆる古い味覚地図に示された感受性の相違は必ずしも正しくはありません 下の味覚地図は実際には存在しませんが脳の味覚やには基本の味それぞれに反応する神経細胞が地図を書くようにまとまって配置されています酸味に反応する場所苦味に反応する場所などが専門的にあるのです味覚は舌がなくても感じられるかもしれませんペンラはマウスの脳の苦味を司る神経細胞を電気で刺激した場合 マウスは口をすぼめ苦味を感じているかのように体を震わせたのですが本当に苦い液体を与えながら甘味を感じる神経細胞を刺激すると今度は喜んで苦い液体を飲んだそうです味覚はいろいろな要因によって変化します。 堀尾は食事が味覚にどのように影響を及ぼすかについては、満腹状態と空腹状態で比較しました。餅、油揚げ、ゆで卵などを乗せたうどんを食べさせました。食事後、実験参加者の空腹度は血糖値と一致して上昇し、低濃度の初糖の嗜好度が低くなり、低濃度の初糖とクエン酸の味の強さも低くなりましたが、クエン酸、カフェイン。 グルタミン酸ナトリウムでは食事の影響は見られませんでした。ズベレフは短期間のカロリー制限によって空腹にさせると甘味と塩味の感受性が上昇し苦味は変わらないと報告しています。私たちが主観的に知覚する味覚にはそれを味わうときの生理・心理的状態も深く関わっています。例えば運動などの身体的ストレス負荷がかけられたとき 味覚域値や味覚強度表情値は安静時のときと大きく変わりませんが、甘味や酸味に対する思考が上昇します。一方、パソコン作業などで心理的ストレス負荷がかけられた場合には味覚強度表情値が減少したり、大音量の警笛を予告なしに聞かされて心理的負荷が高い状態にあるときにサッカリンの苦みに対する感受性が増大することが報告されています。 味の感じ方は人によって異なります。例えばブロッコリーなどの野菜を食べた時に苦味を強く感じる人とあまり感じない人がいることが知られています。後者の人々は他の味は感じることができるので味覚に問題がある味覚障害ではありません。この現象を未毛と言います。 未亡の人は苦味物質、フェニル、チオ、カーバミド ptc に対する苦味受容体を遺伝的に持たない人で、人口の約30%入ります。苦味をどのくらい感じるかはその人の遺伝的性質によります。スーパーテイスターと呼ばれる人は、舌先の事情乳頭体の数が通常の1。6倍ほどあり、組塩味、甘味酸味、食感の感受性が。 個人差はありまますすすが高いでで特にに苦苦味味対して敏感感野菜の苦味を強く感じますこの苦味の感じやすさは特に生まれながら持っているタス2 r 3 8という5番染色体にある遺伝子の変異体によることが多いのですもしスーパーテースターならなら有性遺伝子のコピーを2つノンテースターなら劣性遺伝子のコピーを2つ持っています テイスターなら優勢と劣勢の遺伝子のコピーを1つずつ持ちます。コーカソイドの60%がテイスター、40%がスーパーテイスターとノンテイスターの半々になります。モンゴロイドとネグロイドの人はテイスターとノンテイスターに比べてスーパーテイスターの割合が高いです。スーパーテイスターの人は、 苦味を強く感じる受容体を持つ人は苦味の感じ方が弱い受容体を持つ人に比べ子どもの頃に野菜を避ける傾向があると言われていますただし大人になるとそのような差はなくなっていくと考えられています陸上の生物の未来はほとんどが下に集中していますしかし このように未来の範囲が限定されるのは成長してからなのです。胎児から幼児の時には、もっと広い範囲に未来が分布しており、発生4ヶ月の胎児は下だけでなく、歯肉や頬の粘膜や唇、食道と内臓の一部まで広がっています。乳児期も未来の数は多いのです。乳児期に未来が多いのは、味の学習に関連があると言われており、 子供が大人よりも味の好き嫌いが多いのも未来が多いことが原因の一つと考えられています。成長するにつれて、未来の分布範囲は次第に狭くなります。幼児期は、吸引した母乳が当たる郊外にある未来が母乳の味を感知する働きをしているのですが、死肉や更新からは徐々に未来は少なくなっていきます。 と入ってもこの段階でも約1万の未来があります。洋水や母乳には昆布と同様にうまみ成分のグルタミン酸がたくさん含まれています。人はうまみ成分を発生から感知してうまいと感じているのです。うまみという点のみに着目するとおしゃぶり昆布的なものは離乳食的に理にかなっているかもしれません。その他、 栄養的発達的なことはわからないのであれですが思春期までに舌・口がい・頭外を除いて未来はなくなっていき成人になると乳幼児期の半分にまで減少します老年期になると未来の数は著しく減り味に対する感度も低下していきます特に塩味に対する感度は低下する傾向にあります 甘さを強めるミラクリンという化学物質があります。これはミラクルフルーツという西アフリカ原産のフルーツから抽出されるミラクルな物質で酸っぱいものを甘くする性質があります。この実自体はほんのりした甘みしかありませんがミラクリンは酸っぱい食べ物に加えることで酸味受容体をブロックして甘味受容体を作動させるためレモンやサワークリーム酸っぱいマン 酸っぱすぎるなどすごく酸っぱいものを口ほうばると酸っぱさが感じられる甘いと感じられますアーティチョークという西洋野菜にも他の食べ物を甘くする性質がありますアーティチョークにはシナリンという酸が含まれておりこれを口にした後に食べたものは本来の味より少し甘く感じるようになりますこれは未来が甘味を検知するのを妨害します そしてこの後に食べたり飲んだりした時にシナリンが洗い流されることになり脳がこの変化を甘さが高まったと解釈するのですこのように甘さを強化する化学物質がある一方で甘さを消してしまうものもあります朝歯を磨いた後に飲んだオレンジジュースが苦く感じたことはないでしょうか練り系の歯磨き粉には ラウレス硫酸ナトリウムという海面活性剤が含まれていることがあります。この物質は未来の甘味受容体を抑制します。さらに、舌で苦味を抑制するン脂質を洗い流してしまうため、苦味が増強されて甘みが感じられなくなるのです。この効果は一時的なもので、舌からその成分が剥がれ落ちて元に戻ります。味覚は不思議ですね。